リースリングリングテイスティング2014がパレスホテル東京で開催されました。今年で6回目を迎えるリースリングリングテイスティングにはワイン愛好家やホテルレストラン、バイヤーなどが詰めかけ、好みのワインを試飲するなど大盛況でした。このイベントはドイツのブドウ品種リースリングで作られたワインの試飲会で、世界中のワインが集まりました。主催者である有坂文子さんにお聞きしました。リースリングはドイツが原産で始まったブドウなんですね。今は世界中にオーストリアとかアルザスとかカリフォルニアとオレゴンとかですね、世界中のリースリングを一堂に皆さんでテイスティングしましょうっていうのが趣旨でございます。会費を3,000円もいただくんですけれどもね、ウェイティングが出るほど満席なんです。そのくらいですからね、リースリングには人気があります。この日はニューヨークでレストランを経営するポール・グレコ氏が来日、会場を盛り上げました。グレコ氏はリースリングを奨励する世界的な活動家で、サマーオブリースリングを最初に手掛けたトレンドセッターです。 This is a Riesling tasting because it is the one grape。これはあくまでもリースリングだけを楽しんでいただくイベントなんですね。っていうのはリースリングの特徴、長所として挙げられるところで、ものすごく複雑な幅の広いワインだというところもあるんですけれども、一方でそれが短所にもなり得る。全くどんなスタイルのワインかわからないので、レストランに行った時に何を頼んでいいかわからなくなってしまう可能性がある。そういう心配を払拭させて、リースリングっていうのは本当に素晴らしい飲み物だというのを体感していただけたらと思います。With fear of what they might get. この日、グレコさんはリースリングワインセミナーを開催。身振り手振りを交えながら講演していました。こちらは GoTo ワイン。後藤由香さんにお聞きしました。日本で唯一のニューヨークワイン専門業者として頑張ってます。ピアスというリースリングは3つのワイナリーの醸造家がそれぞれのワイナリーの畑でできたブドウを持ち寄って、それで毎年ブレンドさせて作っているもので、2013年のオバマ大統領の第2期就任中参会にも提供されたのがこちらのティアスのワインになります。こちらはフランスアルザスワイン委員会のブースです。料理とワインの里アカネシェフソムリエの五木城康樹さんにお聞きしました。ドイツの国境沿いになりまして、ボージュという山を森を越えますとドイツになります。ドイツのワインと瓶の形ですとか非常に似てますけど、辛口で非常にスタイリッシュでエレガントなワインが揃っております。このイベントでは入場証としてリースリングと綴られたタトゥーシールが配布され、腕やほっぺた、おでこなど参加者は思い思いにシールを貼って楽しんでいました。ワインは好きですね。今勉強中で、今日は上司に連れてきてもらって。僕も同じ仕事をしていまして、ワイン好きですね。上司に連れてきてもらって勉強させていただきます。